住友研機油圧ショベル SH200 バケット容量0.8立方メートルは一般にはバックホー油圧ショベル、パワーショベル等と呼ばれる掘削用建設機械の故障の一つで日本においてはレンタルの日券の登録商標である。油圧ショベルは1990年代に入ってからこれらの統一名称として社団法人日本建設機械工業会によって 定められたものである。新密美子重工 Y35 ユンボユンボはもともとフランスシカムの製品故障である。1882年と1914年のイギリスで、また1914年のアメリカ合衆国で作られた初期の油圧式ショベルを経て、現在の形式の元ととなる油圧ショベルは1940年代後半にはイタリア、フランス、 米国で、ほぼ同年代に作られた。1948年にプロトタイプを数台、作ったが資金難に陥ったイタリアの兄弟から、フッツシカム社が1954年に特許を得て、同年ユンボと銘打った S25 型を作り、1960年代をはじめに、米国、スペイン、日本、英国に、ライセンス供用を行った。シカムと、 技術提携した新三菱重工が1961年に代表機種の Y35 を初めて国産化した際にもユンボの名称で発売したものである。同商品の性能の良さもあり、その名称が油圧ショベルの代名詞として浸透した。このため、早くから油圧ショベルを利用してきた土木建設業界ではユンボの名称が 油圧ショベルの代名詞として使われている場合が多い。なお、現在同事業を継承している、キャタピラージャパンに、ユンボと名付けた商品はない。したがって、ユンボ社とかつての新三菱重工業、キャタピラー三菱製以外には、ユンボという商品は存在しない。日本では、油圧ショベルの故障として、本来商品名である、ユンボが一般名詞化して普及した理由の一つとして、 スポーツ新聞等の産業広告求人団で多く使われたことが挙げられる。油圧ショベルオペレーター募集を指すユンボオペ募集は決まり文句となっている。産業広告は文字通り元来産業であり、限られた文字数で内容を端的に表す必要がある。油圧ショベルなら6文字必要だが、ユンボなら3文字で済む。 求人広告はその道を専門とするものが分かればよく、また響きの良い、ユンボという言葉の語感からも多用された。ありがとうございます。